mauvais bouton. Voilà, on attend un peu, une deuxième capture. Hop. Taksan quoi. Toi, すべての技を教えられたわけじゃない。 剣の優先度が低いために優先度も高い剣。ユージオの青バラの剣クラスだったのや。借りて再現したところでどう説明する。それにその間ユージオは剣を使えないぞ。キリト、やっぱり君は不思議だな。え？記憶をなくしたベクタの迷子として突然現れたのに。 剣技についての記憶は全て覚えてる。きっと君の天職はどこかの剣士だ。それもとても強い。なのに、わからない。何か事故にあったりしたのかも。それか衝撃を受けて忘れたのかもしれない。だとすれば君の家族や友達は突然いなくなった君のことを心配して今も待っているかもしれないよ。ああ、そうかもしれないな。 そこにいるのはメディナじゃないか。先生と剣の試合をし、せー！メディナの剣、なんて速さだ。これまで試合を終了とする。<笑> なかなかの立ち筋だったよ、メディナ・オルティナノス初等練士。ただしまだ戦い方に荒が目立つな。精神を鍛え、今後さらに修練に励むように。はい、これからも精進します。すごいな。模擬的な剣術試合とはいえ教員相手に一歩も引かず、むしろ押していた。それでは 私はこれで失礼するよ。ありがとうございました。メディナ、本当にすごいな。お前か。何の用だ。悪いな、たまたま通りかかってさ、今の試合見させてもらってたんだ。 そうか、それで。いや、メディナの剣の速さに驚いたよ。あのまま戦ったら勝てたかもしれないくらいだ。用がないなら私は行くぞ。<笑>相変わらずそっけないな。<笑>ちょっと待ってくれ。要件を作ればいいんだな。やはり何もないのではないか。 ちょっと待てよ。ん？この声は猫。 メディナ？お前元気がないな。
腹が減ってるのか。餌をやらないと。お前は何を言っているのだ。野良の動物に餌をやるのは禁忌目録違反であろう。そうなのか。もしや知らなかったのか。いつだか野良犬に餌をやったことがあるような。俺知らない間に禁忌目録違反をしてたのか。いや知ってたよ、もちろん。ま、お前が禁忌目録違反で捕まろうが私にはどうでもいいことだ。ともかくこの猫には悪いが、私たちにはどうすることもできん。残念だがな。メディナ、もしかして。私の気持ちなど関係ない。無理なものは無理、それだけだ。まだ諦めるのは早いぜ。俺にいい考えがあるんだ。なんだと。野良猫に餌を与えるのが禁忌目録違反なんだったら、メディナがその猫を飼っちゃえばいいんだよ。私がこの猫。そうすればその猫は野良猫じゃなくて劣気とした飼い猫になるだろ。まさか飼い主が飼い猫に餌をやるのは禁忌目録に抵触しないよな。するはずがないだろう。それでは牧畜が成立しないではないか。ああ、だからメディナが飼うと宣言すればいい。そうすればこの猫は飢え死にせずに済むだろ。私がこの子を飼って毎日餌をあげればこの子は死なずに済む。あら、撫でてもいいか。あー、シッシュー。毛がふさふさだね。絶対私が守ってあげるからね。メディナの口調が柔らかくなった。ごめんね、今は餌を持ってないの。部屋に戻って食べられそうなものを探してくるから。餌ならあるぜ。干し肉だ。これなら猫も食べられるだろ。ありがたく受け取っておくが、お前はなぜいつも干し肉を持ち歩いているのだ。それはまあ小腹が減ったら食べようと思って。キリツ。はい、干し肉だよ。あそこの意地汚いお兄さんがくれたんだよ。あの女。あし、シューピヌー。よかった。これからは毎日餌をあげに来るからね。まさかメディナに猫好きの一面があるとはな。でもメディナもこんな顔ができるんだと分かってちょっと。あし、シュピヌー。さてと、それじゃあネストの生成から練習しようか。なあ、ジェネレートサーマルエレメント。ちゃんと生成できた。よし、僕もやってみるね。ジェネレートサーマルエレメント。ユージオもできたな。うん、こうやって生成した後は何らかの方法で解放して放てばいいんだよな。うん、まずは普通のフォームエレメント、アローシェイプ、フライストレート、ディスチャージ。あれ、矢の形になれって言ったのにならずに飛んでいったぞ。失敗か。当たり前だよ。だってそれは上位の技だって教科書に書いてあったじゃないか。そうだけどさ、
やってみたらできるかと思ったんだよ。忘れちゃったのかい？先生からちゃんと修練を積んで熟練度が上がらないと技は使えないって言われただろ。まあそうだ。神聖術にはシステムコントロール権限、神聖術行使権限という数値が設定されてるんだったな。まあそうか。つまり神聖術も修練を積まないと使える技が限られてくるってことか。ああそうだよ。まったく忘れっぽいんだから。それに誰かさんは闘争の生成が苦手だったからちょっと心配だな。まあまあそれはだな。でも僕がその分を補えば大丈夫かな。補ってくれるのか。相棒だから苦手な部分を助け合うのは当然だろ。それは頼もしいな、ユージは。オンによし。それでは闘争生成はユージを君にお任せしようか。あ、でも神聖術の実技試験を最初から投げるのはなしだよ。検定試験の成績に響いちゃうからね。うん、そうだったな。仕方ない。俺も頑張って神聖術行使権限をできる限り上げることにしよう。そして神聖術の授業が終わった後、先生に用事を頼まれたユージオと俺は一旦別行動を取ることに。リーナ先輩。いや、そうだ、もしよければまたお前とユージオに課外授業への同行を頼みたいのだが、いいか？はい、もちろんです。ありがとう。今度の課外授業は貴族の保有する領地、いわゆる私領地で行うらしい。わかりました。早速ユージオに声をかけてきますね。断ることはないと思いますが。ありがとう、心強いよ。もちろん行くよ。よし、それじゃあ準備しようぜ。でもちょっと不思議だな。不思議って何が？いや、貴族の私領地で獣を退治するって聞いて、前にキリトが先生に質問したことを思い出したんだ。ほら、どうして帝国には貴族と平民がいるんですか？そう聞いてたじゃないか。ああ、聞いたな。確か先生は、先生はこう言ってた。氷教会の予言を引用して、確かいつか果ての山脈にある4つの通路、北の洞窟、西の峡谷、南の回廊、そして東の大門から闇の軍勢が退去して攻め込んでくる。忌まわしきアジンどもを滅するために四帝国において英士や英兵の天職を持つ全ての民は人民を守る役割を負い、戦わなければならぬ。その時指揮官として軍の先頭に立つために、貴族は日々剣を磨き、術式を学び、心身を鍛えている。完璧だ。さすが友情だな。印象的な言葉だったからだよ。それを聞いた後だと課外授業の話はあまり納得はできなくなっているけどね。そうか。友情は日々剣を磨いている貴族がなぜ私領地の獣を討伐しないのかって思っているんだな。うん、自分の職責を全うしないなんてことが本当にあるの？病気で動けないとか何かそういう理由があるならわかるんだけど。多分それはないだろう。衛兵隊の仕事が溢れてるのはおそらく貴族が獣を討伐する義務を怠っているからだ。それじゃあ貴族は一体何のためにいるんだね？
その答えを出すのは難しいけど。ごめん、こんなこと今考えたって仕方がないよね。準備してソルティリーナ先輩のところへ行こう。あ、そし。ある日俺はリーナ先輩の部屋を掃除しに訪れた。ん？なんだ？花の髪飾り？なあキリト、今日は掃除に来るのが早いな。あ、リーナ先輩、すみません。まだ終わってないんです。構わないよ。私は適当にしておくから続けてくれ。今日は朝に探し物をしていてな。そのせいで散らかしてしまってすまない。探し物ですか？ああ、大事な髪飾りなのだが。髪飾り？あのこれだったりしますか？ああ、そうだ。キリトが見つけてくれたのか。よかった。見つけてくれてありがとう。大切なものなんですね。ああ、これは西帝国にしか咲かないゼフィリアの花を模して作ったもの。西帝国にしか咲かない？ああ、私の父が昔外交のために西帝国に向かった際に買ってきてくれたのだ。本当は聖火を持って帰りたかったそうだが、花は枯れてしまうのでな。リーナ先輩はゼフィリアが好きなんですね。一度本物のゼフィリアを見てみたいのだが。そうか、不朽の壁に仕切られた四帝国は互いに干渉し合うことが少ない。でも本当に西帝国にしか咲かないのか。イメージの力を使えば。それはキリト？なんだかリーナ先輩の意外な一面を見させてもらいました。なんだ、私が花を好きなのはおかしいか。まあいえ、よくお似合いだと思います。ならばいい。
ずいぶんと賑わってるな。うん、今日は不朽の壁を越えて四帝国を旅している商人たちが集まって市場を開いているらしいよ。なるほど、それでこんなに人が集まった。ん？あっちからいい匂いがするな。行ってみよう。ちょっと、予備の回復薬を買いに来たんじゃないの？さあ、四帝国すべての香辛料がここにあるよ。食卓の彩りにどうだい？香辛料か。おお、その制服は帝律中堅学院のお坊ちゃんかい？普段の食事を華やかにする香辛料を試してみないかい？香辛料って言っても僕た、香辛料を混ぜたところでさすがに醤油は俺の手じゃ作れないか。醤油？何それ？いや、ぼんやり覚えてる、土地の調味料の名前だよ。百聞は一見にしかずだ。ほら、手に取って試しに匂いを嗅いでごらん。え、はあ。ちょっと、高いもの買わされても知らないよ。ん？この種みたいなのは？おお、これは西帝国にしか育たないゼフィリアって花の種でな。ゼフィリア。一度本物のゼフィリアを見てみたいのだが、容易ではないだろうな。この甘い香り、菓子の風味付けにはぴったりだぜ。次の入荷はまた来年だ。買うなら今のうちだよ。おじさん、この花の種をあれだけ全部くれ。あいよ。ただあんまり数はなくてな、この小袋に入った分だけだ。なあ、いいよ。キリト、お菓子でも作るのかい？育てるんだよ、ゼフィリアは。え？西帝国でしかゼフィリアは咲かないのに？そう信じているだけかもしれないだろ。え？とはいえ、種から花を育てたりしたことなんてないんだよな。栽培係をやってるミューレって子にやり方を聞いてみようよ。もしかしてユージオも協力してくれるのか？まあ、誰かさんはすぐに水やりを忘れちゃいそうだからね。否定はしきれないけど、ありがとう、ユージオ。よし、これで種は植えられたな。種は全部使った？いや、まだ予備があるよ。わかった。でも西帝国でしか咲かないんだろ？本当に北帝国の土で育つかな？育つさ。
土にそこまでの差があるとは思えない。だったらあとは気持ちの問題で。それで柵？なあ柵、蜂蜜パイ3つかけてもいいぜ。はあ、キリトが言うと嘘に聞こえないんだよな。Cet épisode se termine ici. On va sauvegarder avant. Cet épisode se termine ici. N'hésitez pas à suivre la suite de l'épisode. Salut, salut.